大手企業ロッテグループの創業者、唐カカヒ博シ氏が19日、死去した。去年98歳。唐氏は韓国と日本で食品や流通、観光、石油化学事業などを手掛ける巨大企業グループを作り上げた。2015年、長男と次男による経営権争いが報じられ、その後、 角広志氏は日韓ロッテの事実上の持ち株会社の役割を担いロッテホールディングス取締役から退いた。その他関連企業の取締役からも退き、グループ経営から手を引くことになった。廃任横領などの罪で懲役4年、罰金35億ウォンを言い渡されたが、健康上の理由で習慣は見送りとなっていた。